古代ギリシャとローマの授業。目的。今回の授業では、中学生と小学生が理解できるように、古代ギリシャとローマの基本的な情報と重要なキーワードを学びます。キーワード。古代ギリシャ、ポリス、哲学、オリンピック、アレクサンドロス大王、ローマ、共和制、帝政ローマ、ローマ法。授業の流れ。古代ギリシャの概要説明。古代ローマの概要説明。ギリシャとローマの共通点と相違点の比較。授業内容。古代ギリシャは、紀元前8世紀から紀元前6世紀にかけて栄えました。ポリス都市国家が形成され、アテネやスパルタなどが独自の政治や文化を発展させました。哲学者や文学者が活躍し、オリンピックが開催されました。また、アレクサンドロス大王の活躍により、ギリシャ文化が広がりました。古代ローマは、紀元前8世紀から5世紀にかけて起こり、共和制から帝政ローマへと移行しました。ローマ法が発展し、その法制度は、現代にも影響を与えています。ローマは広大な領土を支配し、多様な民族や文化が交流しました。ギリシャとローマは、民主主義や哲学、芸術の発展など共通点がありますが、政治体制や法制度、軍事力などで相違点も見られます。両文明の比較を通じて、それぞれの特徴を理解しましょう。まとめ。古代ギリシャとローマは、欧州古代文明の代表であり、現代の文化や政治、法制度に多大な影響を与えました。今回の授業で学んだキーワードをしっかり覚えて、古代ギリシャとローマについての理解を深めましょう。さらに詳しく知りたい場合は、図書館やインターネットで調べてみると良いでしょう。歴史を学ぶことで、私たちが生きている現代の世界とつながりを感じることができます。授業で学んだことを活かし、さらに知識を深めていきましょう。古代ギリシャとローマの文明を学ぶことで、現代の民主主義や法制度、文化や芸術の源流を理解する手がかりになります。歴史を通じて、過去から現代までの人類の営みを学び、自分たちの文化や歴史に対する理解を深めることが大切です。これからも古代ギリシャとローマの歴史に興味を持ち続け、新たな発見を楽しみましょう。